そもそも事業主体は東京都ではない東京都知事選挙で立憲民主党共産党などが推す蓮舫は神宮外苑の再開発の問題を争点化しようとしている一方現職の小池百合子は現在この計画が一時的に止まっていることをもって都知事選の争点にはなりえないとの立場を表明しているしかし仮に計画が滞りなく進んでいるとしても そもそもこの問題が選挙の争点になるような類の話ではないということをぜひ理解してもらいたいと思う。まず、この再開発事業の事業主体は東京都ではない。宗教法人、明治神宮、独立行政法人日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事株式会社、三井不動産株式会社の4社である。そしてこの4社の中心に位置するのは地主である。 宗教法人、明治神宮だ。明治神宮は内縁に広大な森を保有し、この内縁の森の手入れなどに外縁での収益を活用してきた。つまり、神宮球場、秩父宮ラグビー場などの既存施設から得られる収益を内縁の森の維持、管理などの費用として充当してきたわけだ。神宮球場は建設からすでに97年。 秩父宮ラグビー場も76年が経過しており、共に古い設計のためバリアフリーになっていない、雨漏りがするといった問題が生じている。抜本的な対応をしようとしたら、建て替え以外に、工作はないのだ。それだけでなく、やはり古い時代の施設のために、スポーツ観戦の在り方が大きく変わった現代に、適合するものでもなくなってしまっている。 現代的なボールパークでは、プールや大浴場などが併設され、そこから試合観戦ができたりするといったことも行われている。ピクニック気分でシワフでゴロゴロしながら、野球観戦できたりするようなところもできている。つまり、遊ぶ楽しむレベルが、単に野球の試合を見に行くというものから大きく変わっているのだ。新球場には、 ホテルも併設されることからおそらくホテルの部屋やベランダから試合が眺められるようにすることも考えているのだろうまた神宮球場を老朽化した今のままの形で残すのではなく現代的にアップデートしていかないとヤクルトスワローズが今後もホームグラウンドとして利用し続けてくれるかどうかもわからない老朽化によって生じる 経済的リスクを明治神宮側に一方的に押し付ける権限が東京都の側にあるのだろうか内縁の無料を守っていくことを考えるならば野球場やラグビー場の経営を安定化し今後も十分な収益を明治神宮が得られるようにすることはむしろ大切なことではないだろうか緑地面積も樹木の本数もむしろ増加するでは 具体的にどのように建て替えをしていくのか。まずは、第二球場を解体し、その跡地に、秩父の宮ラグビー場に代わる、新たなラグビー場を建設する。そして新ラグビー場が完成したら、秩父の宮ラグビー場を解体し、その跡地に、新たな野球場を建設する。そして新たな野球場が完成したら、現在の神宮球場を解体し、そこを広場にする計画だ。 この広場は広域避難場所としての位置づけも兼ねた場所である野球ラグビーといったスポーツイベントは途切れることなく行えるようにしながら順次建て替えを進めていく計画だと考えればいいまた事業者側が用意している神宮外園地区町づくりというホームページには緑の計画の2つのポイントとして4列のイチョウ並木を守ることと 現在よりも緑の割合を増やすことが明記されている。ここまで理解した上で、下の図を見てもらいたい。左側が現状で、右側が完成後の姿だが、広くなるオープンスペースには、緑地が含まれるわけで、明らかに将来の方が緑の割合が多くなることがわかる。軟式や球場と第二球場がなくなるのだから、当然といえば当然だ。もちろん、 建設工事によって伐採される樹木はあるだろう。新しく植樹される木は伐採される木よりも若いから枝も発達しておらず、つける葉の数も当初は少ないかもしれないが、だからダメなんだ。これは緑を破壊する計画だというのは私にはヘリクスにしか思えない。ちなみに樹木の本数は従前の1904本から1998本に、 5%ほど増加することになっている胃腸並木を損なう可能性はほぼないそして胃腸を守るという点ではこんなところまで気を使っているんだというのが次の図からわかる「原計画」と書かれた左の図と「検討案」と書かれた右の図の違いはわかるだろうか赤枠で囲われて示されるところの右下辺りを見てもらいたい 土の中に埋め込まれる基礎ががっつり埋め込まれた状態からほんの表層にしか埋め込まれない形へと変更されている。胃腸の根が土の中で広がっていることを想定した場合にそれをなるべく傷つけないようにしようという配慮までしているのだ。そして新しい野球場ができる予定位置から1.5メートル分胃腸並木に近いところで樹木の専門医である樹木医の立ち合いのもで土を掘り起こし この位置まで根が張り出しているかどうかの調査まで根を傷つけない配慮をしながら行っている。長くなるので詳細は割愛するが、この位置で根の調査を行うのが妥当かどうかを確かめるための別の調査も行っている。その調査結果として新しい建築物ができる予定位置から1.5メートル分位長並木に近いところで根の調査を行っても根を傷つける可能性はほぼないことを 事前に確認しているのだそれでもなおイチョウの木の生育についての懸念の声が挙げられていることから野球場の建設位置をイチョウの木からさらに引き離すセットバックを行うことまで検討されているのだ見落としてはならならいポイントところでここまでの大掛かりな工事の費用をどうやって捻出するのだろうか 開発後には、事務所棟、複合棟 A、複合棟 B の3つのビルが建設されることになり、これらが民間所有となる前提で、工事費用を捻出する計画となっている。東京都が用意した、公園まちづくり制度という仕組みを使い、従来よりもオープンスペースを広くし、緑地帯も増やしながら、民間の力を利用して、より望ましい状態へと公園を整備しようとしていて、これによって、 神宮内苑の森がしっかり守っていける経済的基礎が築かれるようにもなっているのだそしてここで見ようとしてはならないポイントはこの大掛かりな整備計画には東京都や国のお金は全く入っていないという点だまた神宮外苑は東京都の都市計画公園に指定されていてこれまで開発が制限されてきたがそれでも明治神宮が所有する 民有地だといい。う前提も忘れるべきではない明治神宮側の配慮によって一般の人たちが公有地と勘違いしてしまうほど自由に使わせてもらえているだけであって実際には明治神宮の所有地なのだここの緑地スペースを今より広げる方向で再開発を進めることに対して一部に高層ビルが建つからけしからんなどという言い分が一体どこまで主張できるのか。 民間が補助金などの公的資金を全く使わずにオープンスペースも緑地帯も今よりも広げラグビー場にせよ野球場にせよ時代に合わせてアップデートしていこうとしていることをけしからんやめるべきだなんて戸川が主張ができる根拠がどこまであるのかそれでも左翼界隈が反対する理由この話の原点はおそらくは坂本龍一氏が 元々もともとの資本主義嫌いから、神宮外苑が私有地なのか、公有地なのかも知らないまま、公的資金が使われないことも理解しないまま、さらに内縁と外縁の区別もつけない中で、貴重な森が失われると勘違いして、反対声明を出したままなくなってしまったことに、あるのではないかと思う。左翼的市民運動のアイコンとして、重要な坂本龍一氏の考えを否定することは、左翼界隈では、 タブーとなっている。そしてこの坂本龍一氏の意思を告げとの対応はその界隈の強い支持を集めるには極めて重要だだから蓮舫はこれを争点化すると打ち上げざるを得なかったのだろうユネスコの諮問機関であるイコモスも計画撤回を求めているなどということが報じられているが単に声の大きな主張にしか耳を傾けないイコモスの在り方が改めて浮き彫りになっただけだと見ればよいだろう 神宮外苑の再開発について、現実的に考えれば、国や都、都民がその再開発のあり方について、余計な口出しをすべき事案ですらないことを理解してもらいたい。